藤田タタラ、赤木まこ組。23番藤田タタラ君ね。きっとファイナルなんて初体験よね。早く早く曲かかれ。体が熱くなりたがってる。ファイナルソロでベーシックベーダラダラとテンション下がらいな。もう一人で踊るな。お前はマコの額縁になる。ダブルターニングロックからのスローアウェイオーバースウェイ。もう準決勝みたいなダンスは嫌だ。仕事に徹しろ。こいつらがバリエーション。さっきまでベーシックで歩いてたんじゃねんかい。何考えてんだタタラ。拍手。曲かかる前はガチガチに固まってたくせに、よりいいじゃんあのリーダー。彼ら今煽って言ったよね。ナチュラルスピンターン、ウィスク、またベーシックに戻っちゃったわ。このバリエーション、セームフットランジのポジションから右足のディベロッパー。さっきから何やってるの藤田君。このフィガーってタイ構成を考えた。即興だ。オーバーターニングロック、スピン、クイックオープンリバース、ロンデで蹴り上げる。あの子たちのやりたいに、とんでもない量の情報と気配が飛び交ってるわよ。リード&フォローの本質は、リーダーが臨機応変に足型構成を考え、パートナーがそれを汲み取ること。それを本当にできる選手はごくわずかだけれど、あの子、技術面はまだまだ拙いのに。あれは本当にマコか。男女ペアの芸術スポーツにおけるパートナーシップの理想形はフラワー&フレーム、つまり花と額縁であると言われる。女は花、男は額縁。なんだこのカップル。パートナーがうまいってことはわかるんだが、リーダーが漏れてパートナーばかりが目に入る。花がどんどん膨れ上がっていくぞ。しか目に入らない。このリーダーはどう評価すればいいんだ。逆走。準決勝で自分の限界は分かった。もう僕はいいんだ。答えさせて。
お前は微塵も褒められちゃいねえんだよバーカ。いかん、本来リーダーの技術力とカップルの一体感を見て順位をつけるべきなんだが。